よーし、今日もじゃあ元気で。はい、行きましょう。行きましょう。眠たいな。眠たいの？今日は眠たい。眠たいの？え、なんで眠たいんですか？いや、もうなんか、はい。寝すぎ。寝すぎ？どういうことですか？寝すぎって。俺今何時寝てんのかな、夜。8時。はい。8、7時半ぐらい寝てる。夜の7時半に寝て起きるのが何時ですか？ 4時ぐらい。なんか漁師みたいな。いやー、まあ、もう、だってもともと漁師じゃないですか。もともと漁師でしょ？ちゃんの場合。あれ、俺8時以降まで起きてたこと最近ないんちゃう？ダメじゃないですか、それはそれで。すごい健康的やな、これと思っいや、て。まあまあ、そうですね。健康的ですね。はい。まあ、愛ちゃん、どうよ、また1週間早いけど、まあまあ、また日本の、はい。何文化とか、選手とかいろいろ見とったら面白いやろ、もうなんかもう。ごもうちゃごちゃしてま逆すに。ね。え？ごちゃごちゃしちゃってますよね。もうなんかね、すべてがもうやらせ劇場みたいな。これまあな。まあこまあまあ。んなこでもと。ね、なんかね、思うんですけどね、やっぱりね、みんなね、やっぱりそれ恐怖から始まってると思うんですよ。恐怖から、やっぱり。そのやらせ劇場も。まあまあ、そういう人たちがでしょ？そう。そうなんそうかそうそう。全体的に怖いとか恐怖とか、そういうので、結構あるのかなって思っまあ、だてます。から、自分のその地位とか、あとまあ、そこにしがみつくみたいそうなんですで、よ。守ってますみたいな。はい。まあ、メディアも一緒やな、ある意味。そうなんですよ。メディアもそうなんですよ。もうなんか滑稽に見えていいで、もう諦めようぜとか思うんやけど。まあまあまあ、難しい。その諦めようでと思いたいんですけど、難しい部分はありますけどね、やっぱりね。で、まあ今日ちょっと最初あれなんですけどね、やっぱりね、この新しい時代っていうか、この天、なんていうかな、次の時代に行くのが、やっぱり嫌人たちってやっぱ多いんですよ。で、まあそれはまあメディアもそうですし、政治的な権力とかな、まあ地域、まああと、その大企業でもどちらかというとインフラ系、その電力会社、ああいうどちらかというと、なんていうかな、その利権、利権っていうか、その、設計って言うんかな。もう、ああいうところに、やっぱぶら下がってる人たちって、やっぱ嫌ない。また一から、みんな、はい、用意、どんで一からやり直しましょうっていう世界に行くんそうでで。すね。もう、だってね、そらそうでしょ。小さい時から勉強頑張って、ね、偏差値競争の中を戦い抜いてきて、いい大学行って、で、企業入って、あるいは役所入ったとか、政治家なりって、それが一気にこう崩されるのって嫌なわけでしょ、やっぱり。嫌ですね。そうで本し当にょ？ね。だからもう、僕たちみたい、僕たちっていうかな、俺らみたいにもう何にもないです。別に、いや、よかったね、みたいな。そうですね。本当に。今日は愛ちゃん何でいきますはい。か？今日はですね、いろいろ考えたんですけどね。やっぱこれかな？トピックスに3個あるんですけど、その中で一番話したいな、ガチで話したいなと思う内容を1個ガチで選ぶとす話しると、やったぱよ。り過去は適当に改ざんしましょうっていうネタがすごくやっぱりおもろいなって、適当に改ざんっていうのが自分の中で面白いなと思う。過去っていうのは変えられないので、まあ、作り変えろっていうことの本質はよく理解できますし、僕自身もまあ過去いろいろと、今現在もそうですけどやってますから、そう考えるとまあ昨日のことが過去ではないですか。だからうまいようにそこを自分のいいように解釈して、いいようにやろうっていうのは、まあその通りだよね。深く、なんだろう、深く、それを逆に、もちろん反省は必要ですけど、なんだろうな、楽しく生きるためには、とか、ワクワク生きるためには、とか、そう考えると、まあ、自分がいいように解釈して、まあ、いいように対応してた方が幸せだよねっていう定義かなっていうふうに思ってるんですけど、ただなんか、いつも通り、あいちゃん。楽しく生きるって何？難しいですね。楽しく生きるって言ってもね、思うんですけど、楽しく生きるっていうのは、自分が勝手に体が動くことだと思うんですよ。要は、意識して動くんじゃなくて、自分が勝手についてやっちゃうというか、体が動いちゃう。それが一番ベストの状態じゃないですか。
では楽しいっていうのはそういうことで、仕事もそうですけど、仕事でもダリーと思ってやってるんじゃなくて、単純に自分があやりたいな、これいいな、興味あるなと思うと、時間を無視してやっちゃうじゃないですか、それに集中して。だから結局、売り上げが上がるっていうことになるわけだから、要は結局のところ楽しいってことは、自分が意識しなくても勝手に動く状態が楽しいことだと思いますね。仕事とかな、そういう商売な。で、そうそうそう。仕事商売以外で楽しく生きるって何？仕事商売以外で楽しく来る。それは、それこそなんか自分、すごい簡単なこと難しく考えてるんだってんな。なんかすごい難しく考えてますね、自分自身がね。仕事以外で。あ、でも、同じじゃないですか。愛ちゃん、思い通りにならないことって結構多いと思う？自分が、思い通りにならないことは、結構、やっぱり日常生活多いと思うんですけど、思うんですけどね。ただ、自分の解釈次第ですぐ思い通りに行くと思いますよ。まあ、楽しく生きる、その話って、なんか楽しく見えるみたいな。楽しく見えたり、楽しく思うみたいな。そんな感じ違うかなと思うよな、多分な。そうですよね。何事にもかかわらず、楽しいって、楽しいの感じの楽しいっていう字って、あれ楽っていう方向じゃないよな。どちらかというと楽しいってね、楽というよりは、めんどくさいこともあったり、ある程度苦難もあったり、で、前に進まんこともあったり、心に向かうこともあったりすると、なる楽、ほど。楽じゃなくて、それも全てひっくるめて楽しく眺めていきましょうよ、的な話だと思うよな。まあそうですね。いや、それも何の物事でも楽しく捉えましょうよ、みたいな話だと思うよね、やっぱな。で、そうなっていくと、やっぱりね、自分が楽しいと思ってるんで、何やってても楽しいっていうことなんで、うまいこと言ってます、みたいな。人間関係が出そうやし、感じ違うかなと思うよな。で、まあ、あとね、今、まあ、この時代は、我々がこのね、皆さんと同じ時代、この変化、大変化の、大転換の時を生きてるわけなんですけど、まあ世の中っていうか世界っていうか地球っていうか周りで起こってること、ごたごたごたやってるようなこと、これもまあいつも通りの話の通りで振り回されんように、大きな視野っていうか大きな心で見てたら、まあまあ楽しいわね、これも、みたいな感じになってくる。例えば、愛ちゃんが大好きないつものお金の話とかね、焦ったやな。要は資産の話なんかもそうなんですけど、自分の財産の話やな。見上げてきたものが崩れるのが怖いみたいな話やんか。もう、なんていうかな、ある意味逆を言うとよ、こういう言い方してあれやねんけど、手放すいいチャンスっちゃええチャンスっていうふうに思える人もおったりするわけな。なんていうの、まあ、いつも通りの話じゃないけど、自ら手放す必要はないけども、そういう局面になれば、まあ、なかったらなかったで、最初からなかったんで、もう一回一から用意ドンしましょうかっていうだけの話なんですよ。逆にそっちの方が早い場合が多いからね。早いんですよ。で、それこそ楽しい人生になるわけやな。要はしがらみがなかなかね。で、今日冒頭に最初に言った、その利権とか、その権力とか、なんかな、そういうところにしがみついてる偉い人たちって、そっからもう、降ろされたくない、降りたくないっていうので必死じゃないですか。そうですね。あれって抱えてるもんがな、やっぱりそんな変なもん抱えてるからな。なんていうか、楽しくないような人生になってるんやと思う、ああいう人たちって意外と。そうです人ね。が言うこと聞くやろうし、法律も自分の思い通りに作れるやろうし、お金も入るやろうけども、それが果たしてどうなのみたいな、そんなこと本当に大事なんですかっていう世界よね。そうですね、確かにね。だからね、今回ね、本当ね、強制的っていうかな、まあ、反強制的っていうか、流れとしてね、ある程度、その財産的なもんが、減ったり、なくなったり、目減りしたりしたってね、まあ、それはそれで、まあ、神様というか、まあまあ、宇宙がそういうふうに言ってるんだと、もう一回一からやり直しましょうと。前に向いて進めるっていうかな、ない方が、ある意味。あるほど過去にすがりつくみたいな。だって過去に作ってきたもんですから、それみたいな。だから過去に作ってきたもんにしがみついてるから、なかなか前へ行けないっていう状況になっていくわけやな。そういうことですよね。その楽しんでいくとか、何事も
結構うまく回っていく風の人って、はいはいはい。まあね、どっちかっていうとね、いい加減なんですよ、僕みたいに。まあ適当なんですよね。適当だよな。適当っていうのは、自分の都合のいいように過去の記憶を書き換えてしまいますみたいな。だから、まあ、事実としては過去にこういう失敗したこともありますみたいなとか、で、過去にこういう苦い思い出がありますとか、学生時代あんまり、なんていう、高校生時代はなんか丸坊主で野球だけやってて、なんかこう、暗い学生時代だったよね、みたいなやつってあったりするわけや、いろんなことがな。だけそうど、ですね。その、いいように都合のよく考えれる人って、どっちかっていうと、あの時があったから今があるみたいな考え方できるわけよ。これ、どっちかっていうそうと。ですね、そうですね。だから、僕、勉強できへん、ダメ生徒、みたいな、やったけど、これ、言い方悪いですけど、僕、ものすごく勉強できて、東大とか、なんちゃら大学、国立大学とか行ってたら、なんかこう、役人になったり、官僚になったり、大企業になったりしたら、多分今、こんなんと全然違うわけよな。サそうラリーですね。マンやってますとか、人ですみたいになってたりする可能性もあるわけか。いや、だからあんまり勉強できへんかったから余計今こんなになってていいよね、みたいな。いいように考えるっていうかな。結構真面目な人多いんですよ。自分に対して。なんとなくわかる？真面目な人が多いのはすごくわかりま表すけど、面的だしな、真面目ってじゃあ何みたいな話になってくんねんけど、その、嘘つけないっていう感じ？自分に、僕よくほら自分に嘘ついたらダメよみたいな話ってよくするやん。そうです自ね。分に正直に言いましょうみたいなやつよく言うじゃないですか。それはそれの方便として、自分に嘘つくっていうのも結構ええのよな。なるほどね。だから、わかりやすく言うと、自分にあまりにも真面目すぎると、今までの、子供の時からの延長線上の私がまだそのまま続きますみたいな書き換えができないっていうか、だから思いっきり書き換えは改ざんしまくるわけな、僕の場合。なるほどね。いいように。なるほどね。だから、郷ひろみみたいにかっこええと思ってる自分に改ざんするみたいなやつとかな。こいつ何言ってんねん、またって見てる人思ってると、お前何言ってんねんって思うかわからんけど、自分が思ってる自分ってあるじゃないですか。で、自分が思ってる自分を結構改ざんしたらね、自分じゃなくなる自分になるみたいな。自分になくなる自分。別人みたいな。そういうことになれるんですよ、結構。今までの自分じゃない自分になっちゃうみたいな。どうええんかな、今日、ますますわけわからん話になってきて。なんか突っ込んでよ、俺答えようがないわね、なかなか。なんか、え、だって、え、だって、その、まあ、そうですけど、なんだろうな。よくね、巷でよく言われるのが、その、なんていうかな、過去を変えれば未来も変わる。で、過去を変えれば今が変わる。で、今が変われば未来が変わる。そういう時間軸の説明ってあるよね。ありますね。当然ですわな。過当去を然変ですえね。ば今変わるわな。因果法則ですからね、これ。で、今を変えれば当然未来が変わるわな。ただ、前も言ったから、過去も未来も今もレイヤーの中の一つ、過去も未来もレイヤーみたいなもんなんで、今が変われば全部ガランってひっくり返りますっていう話は何本前の動画がわからんけどしたよね。ビデオ編集のレイヤーみたいなもんなんでね。だから、で、そのね、過去を変えるっていうのは、なんていうかな、意識ですよ。前も話したけど、愛ちゃんに。意識レベルなんですよ、過去の。所詮、そもそもが。そうでしょ意識レベルね。う。事実かどうかなんてもう分からんわけですよ。いいですかね、過去の話なんて。そうでしょ、事実かどうか分からんわけですよ。これなんで事実かどうか分からんっていうかというと、自分の意識だけの話なんですよ、過去の話って。ただ他人さんから見たらどうなんか、その時の学生の時の同級生とかね、学生時代の学校の先生から見た私の過去はどうだったんですかとか、こんなんね、これって、そもそも他人はあなたのこと気にしてませんからみたいな話なんですよ。なんとなくわかる？
人って自分のこととしか大体気にしてないんで、大体そもそもがそんなこと気にもしてませんでした、みたいな。はいはいはい。例えば、アイちゃんが小学生の時の同級生おったとしましょうよ。はい。その同級生の友達は、あいつはこういう性格のやつだった、こういうやつだったっていう記憶ってないでしょ。ないですね。まあ基本的にないですね。記憶が強かったとか、学年賞やったとか、勉強はできたわねっていう、ああいう形的なものを覚えてると思う。背が高かったとか。はいはいはい。男前だったとかな。はい。可愛かったとかな、女の子やったら。はい。それぐらいの程度のことは覚えてねえけど、どういう性格の子でしたなんて、みんな覚えてないはずなんですよ。ほぼほぼ、ほやーっとしか。はいはいはい。なんで、他人のことをそもそも気にもかけてませんと。皆さん自分のことを気にかけてるだけなんでっていうのが大前提として、はい、過去の事実っていうのは自分の意識の中だけなんですよ。簡単に言うと、そもそも自分の意識の中の話なんで、はい、いいことも悪いことも、なんだらかんだ楽しいことも苦しいこともひっくるめて改ざんしてしまいましょう。都合のいいようにっていうことですよ。要は楽しかった思い出に全部ひっくるめて変えてしまうこともできるやろうし、はい、逆に消してしまうこともできるやろうし、抹消みたいなな。はいはいはい。そういう苦い思い出があったから、今はこう慣れてるから良かったです、みたいな。はいはいはい。ある意味記憶の事実を引っ返してしまうと今が変わるっていうのは分かるよな。これまるっと。全く変わりますね。で、過去見ないようになるわな。はい。もうそもそも見る必要がないですと。もう前しか見てない状態になるよね。うん。基本的に我々のこの次元の中であるのってもう本当は今だけしかないと思うんですよ。はい。この世の世界ってな、我々、はい、今、本当今の瞬間だけ。はい。だから、その今の瞬間で未来もおそらく、その、未来っていうのもこの次元の世界にはないと思ってるんですよ。はい。同時にはあるんだけども、はい。この次元の世界にはないっていう。それは当然ないよね。まだ起こってないことなんやから。はい。ないよね。うん。だからこれまあ、それも書き換えれるっていうのはひっくるめて、ちょっと今日は彼女がややこしいって言ってんねんけど。そうですね。なんか、つじつまらへん、ぐちゃぐちゃな話になっていってんけど。はい。例えば過去のね、はい。過去に楽しくなかった思い出と、楽しかった思い出と、はい。同じことよ。同じ何年何月何日何曜日何時何分何秒のその瞬間、同じところを見ても楽しかったことと楽しくなかったことと、なんかそうでもなくのべーっとしてる分とかが同時にこう平行にあるみたいな感じ。はいはい。だから同じ何時何分、何月何日何曜日何時何分何秒のところの愛ちゃんを、その過去の愛ちゃんを見ても、黄色い服の愛ちゃんと赤い服の愛ちゃんと青い服の愛ちゃんと白い服の愛ちゃんがバーっていっぺんにある世界ですよ。はいはいはい。わかる？なんとなく。なんかなんかわかりますよ。はい。で、それを選ぶのは自分次第みたいな。そんな感じ。なんとなくわかる？はい。それはなんとなくわかります。はい。だから、青い服の愛ちゃんを私は今選んで楽しい方にしましたみたいな。はいはいはいました。はいはい。こんな感じなんですよ。なるほど。だからね、竹テーマ。適当に改ざん。そう。適当に改ざん。はい。こんな感じ。都合のええように改ざんしてまうみたいな。まあ、都合のように改ざんすると楽になるってことですよね、気持ちがね。気持ちもそうだし、見えるものも変わってくるってことですね。過去を眺めて、終えたことに後悔するとか、まあ、反省は必要やろうけど、ある程度。後悔するとか、悔やむってある？俺、あんま経験ないんで、こんな感じ。わからんねんけど、改ざんそすこる。に人によると思うんですよね。やっぱり、人によるかなって感じですね。この会談の話やめようか、今日。あんまりなんかこう、なんかスカッとせえへんか。でも面白いテーマだと思ってるんですけど、でも、こういう感じで書き換える人っていうのは結構みんなやるわけでしょ？こういう感じ。ですよね。これ結構嘘つきやから、嘘つき。な、真面目っていうのが、なんていうのかな、そのまま受け入れるから結構大変みたいな人多いと思うな。そうですね。過去にあった、その事実的なもんとか、今、周りで起きてる、今現在の話も一緒ですよ。周りで起きてる状況とか、いろんなことを、まあ、会社も、国、社会、会社、世界、ある意味いろんなところで起きてることをそのまま受け入れる人おるわけだ。真面目に捉えて。これ結構きついと思うよ、やっぱな。やっぱり。だって、そんないちいち、
そんなもんに振り回されとったらもうキリがないですみたいな。でしょ？だからそう起きてることも別に真面目に長引く必要もないんちゃうかなと思うんやけどな。まあだからそのものの見方っていうのは真面目じゃなくて、本当は何なのかっていうのをいつも通りのお話の。そうですね。まあ、もともとあれ、僕自身が多分あれなんですよ。過去をずっと気にしてた部分もあったから、だからその階段ってところをピンとしないことがあるんでしょうね、多分ね。うん、僕自身がそういう過去のこととか気にしてた部分もあったりとかもして、でも最近でもそれは、もうその通りだよなっていう部分もあったりはして、だ結局のところはやっぱ階段しないときに、階段する方が楽だよねっていうふうな答えにはなるんですよね。あいちゃん、例えばその過去の、その何、気にしてたことってどういうこと？で、やっぱり学校不登校で行ってなかったことだったりとか、要は、過去にやっぱりその、行ってなかったっていうところで、ちゃんとした学歴も取れてなかったっていうところがすごくあったので、そういうところがやっぱり社会に出て、なんだろう、やっぱり尾を引いてる部分もあったのが現実ありまして、で、やっぱり気になってたっていうのがすごくありましたね。で、そこの中で改ざん的でも過去は変えられないから、まあ、未来を変えるために今やってたってこともあったんですけど、うん、でもやっぱり、すごい、なんだろう、頭の中で気になるとか、うん、っていうのはありますよね。でも最近やっぱりその言われて、その言われてっていうよりかは言われる前からもそうなんですけど、過去は気にしない方がいいと、要は勝手に自分で書き換えていいようにすれば、気持ち的にも行動にも変わるっていうところがあるので、それはもうその通りなんですけど、うん、まあだからね、学校不登校って言ったら、うん、いや、不登校だから、何かな、その時にこう、はい、まあ、みんなが学校行って、意味不明の詰め込みやってる間に、私は、考えながら哲学を身につけましたみたいな感じで。そうそう、だからいいように解釈ですよね。だからいいように解釈。もっと深い思考に入りましたとか。そうそう。で、まあ、友達がおらん？はい。まあ、別に友達がおらんから、うん、みんながなんか適当に遊んでる間に私は一人で物事を考えて運んでいけるような、うん、心の強い人間になりましたみたいなとか。だから、なんとでもこう、ものをええように書き換えてしまう。学歴って愛ちゃんさっき言ってたけど、そもそも人の学歴なんてみんな気にしてないよ、はっきり言うけど。自分が気になっちゃうんでしょうね、多分ね。まあ、他人はどうあれ、自分自身が気になっちゃうんだと思いますね。気になる？愛ちゃん、人のその学校。の社員が、社員さんがおったとしようや。こいつ何々大学卒業やったってなんて気にもしてないと思うよ、大体。入れる前には気になるかもしれないですよね。だから要は。だからそこが多分、変にあるんでしょうね、多分ね、そこがね。要は。自分の中の持っているからこそだと思うから、そこを気にしなくていいとは思うんですけど、はい、うんうん、でまあ逆を言うと、さっきも僕話したように、その一、はい、大学一流大学行ったら逆に一流会社入ったり、一流の大きい会社入ったり役人になったりするから、はいはいはい、商売人にはならないわけよ、独立自営にならないわけよ今度は。はいはいはい、そうでしょ、はいはいはい、そんなね、はっきり言うけどね、今日は、まあ、もう同じ会社に30年も40年も勤めたってね、はい、これ、はっきり見てると怒るかもわからんけど。まあまあまあ、そうですね。そう、確かにそれはそうですよ。僕から言わせて、この世の地獄やな、もうそれ。だから、胃の中の蛙になるわけでしょ、言い方は。はいはいはい、まあまあそうですね。そうですね。まあ、その通りだと思います。見てみると、このときは世間知らずっていうことになるわけ。だからやっぱりその、僕の中でその、今回のテーマもそうですって挙げたのって、その、今も多分少しでも残ってんだと思うんですよ、そういう思考がね。多分思考が残ってる部分があって、改ざんするって言ったって、その、どう改ざんしていいのかっていうふうに思う部分もありますし。うん、そのどうやってやればいいんだか分かんねえよっていう時もありますし、ただ今の場合だと、なんだろうな、言語化するのがなかなか今も難しいんですけど、これいいように考えようと、プラスアルファで考えよう、マイナスにならないでおこうというふうには思うようにはしてますけど、うん、うん、だからあのね、多分ね、はい、嘘をついてはいけないと思ってるんですよ。
自分自身がってこと。ああ、なるほどね。そああ、そうですね。う。まあ、何でもそうなんですよ。はさっきの、学校とか勉強できないとか、そんなひっくるめてそうなんですけど、不登校もですけど、それに対して、過去のそれに、そういうことに対して、嘘をついてはいけませんっていう思考になって、これ、どういう表現したいんか。いや、でも結構そういう人多いと思ってて、結局、だから僕、今日その話してんねんけど、すごく多いと思いますよ。だって、自分を騙した方がいいっちゃいいんでしょうね、多分ね。だからまあ適当に改ざんっていうことに 出てきてんねんけだどから、要は結局、適当に階段って言い回し方にもよりますけど、表現方法が難しいよな。だから、まあ、だと思いますこのね。改ざんっていうのが一番いい言葉なんですよ、僕からすると。で、この一番大事なのは適当。適当っていうのがミソなんやな、ここでな。で、この改ざんも真面目に、真剣には真面目にやると、うまくいかないんだよ。だから表現かな、これな。難しいっすよね、やっぱりね。なんていうかな、すり替えてしまうんですよね。もう全然違う偽物に。わ かるかな、どうだよ。でもそれをね、やってほしいというか、やらない、やったらね、むっちゃ変わるんですよ、一遍に。僕が。まあまあ、それ一気にやるわけじゃないけど、徐々に徐々に、僕は毎日毎日過去に適当やから、見て。嘘つきみたいだな。だからね、明るくなれるんよ。でも未来は希望しかない。希望っていうわけじゃないけど、もう別にそんなことも考えてないみたいな感じになるわけよな。どう言ったらええと思う、愛ちゃん。まあ、疑問なんて持ってないけど、そもそも俺の場合。そうなんだよな。とにかく、過去の栄光は持ってこれないから、結局のところは。過去がどんなことすごいことやって、過去は過去で、今は今じゃないですか。昔の僕にそのことを今伝えるのであれば、もうゴミに捨てろって思う。単純に。ゴミに捨てろって思うんですけど、それをまっちゃんも改ざんっていうから、いや、だからね、昔の僕おるでしょ？昔の愛ちゃんな。で、昔の愛ちゃんに、今の愛ちゃんが、声をかけるんであれば、そうしますよって言ったでしょ？で、これはタイムマシーン乗っていって、昔の愛ちゃんのとこ行って、トントンって肩叩いて、こうしなさいっていうみたいな。あるけど、これはなかなか難しい話だよな。そうですね。やろうと思ったらできるやけどな、多分。今の自分ですよ。今の愛ちゃんな。で、今の愛ちゃんがさっき言ったように、適当にその昔の愛ちゃんを解釈するっていうことが同じことなんだ。解釈する。わかる？だから、今の愛ちゃんおるでしょ？で、その昔の、ちょっと嫌な時の、やつあるでしょ？あまりあ、愛まちすね。ゃんそこに、コンタクトできるんですよ。自分の意識の中で。もうできるんですよ。これ簡単なんですよ。全然。誰でもできるんですよ。全今然そできまこをすね。思い描くだけなんで。そうね。思い描くでしょ？で、そこに向かって嘘をつけばええわけですよ。なるほどね。どう言ったらええんかな。結構ね、結構、授業を自分でそこそこやってるときってこんな感じで多いんちゃうかな。あんま真面目じゃないよ、そういうところに対して。まあ、授業を始めたり、自分で起業したりすると忙しいんで、そんなこと考えてる暇もないっていうのがあるんやけど、もう考えなくなるっていうのはあんねんけど、まあそこも改ざんしちゃおうぜ、みたいな。で、意識をね。でも意識があなんていうか、そういう意識で改ざんしてるんじゃないと思うんですよ。なるわほどざね。わざ。わざわざそれをやろうと思ってないけど、いつもの感じで勝手にやってますみたいな。だから、嘘つきなんですよ。わ かる？わ かるかな？だから、過去の自分はかっこよかったのよとか、頭良かったんだよとか、いうふうに言っちゃうわけよ、人に。知らんから、相手は。
そうでしょ。だって、小学生とか中学生とか、その時の周りの人たちが今そのまま一緒にいますってことないわけでしょ、200%。入れ替そうわっですていね。くわけでしょ。変わっていくんで。今、愛ちゃんの周りにいる人たちって、学生時代の愛ちゃんほとんどみんな知らんわけですな、会ったことそうもない。ですね、そうですね。そしてええわけですよ。わかる？これ。なるほどね、そうだね。わかる？だから、学校どこ卒業したとか、そういう嘘じゃないで。そうじゃなくて、俺はこういう人気者だったぜ、みたいな感じとか、まあ、そんなこと自分で言うやつもないやろうけど、偏差値実際のところは38ぐらいしか俺みたいになくても 65だって言い張るとかな。わかる？なんとなくこれ。なんとなくわかる。で、これ65だって嘘をついてしまうと、大人になってから勉強せなあかんことになってくるわけよ。そんな感じよ。わかるから。わかります。だからね、もうね、周りの人ね、あなたが学生の時のこと、子供の時のこと知らねえからね、嘘ついとった。こんなもん。で、自分が思う、今、自分が思う理想的な人の状態？例えば健康じゃない子が、病気がちの学生時代を送った子がおったとしようや、その人が。その病気がちで嫌やったっていう思いがあるんであれば、引き返して、もうスポーツ万能の健康優良児だったっていうのを、奥さんでも、なんていうかな、同僚でも友人でもええんで、周りので言ってしまうんですよ、口で。じゃあもう嫌がおうにもそういうふうにならざるを得んっていうか、今。なるわほかどる？ね。だから宣言っていうか まあ嘘つきや。嘘つきっていいよ、だからこういう嘘って。ある意味ね、この嘘って自分に自分を洗脳してるわけでさ。そういうことでしょ。そうですね。もうこれ完全に変えられたっていう、都合に良い状態に、っていうことです。わかる？だからね、例えば女性の女、あの、女性の人なんか、女の人なんて言ったら、例えば、学生時代っていうかな、学生時代に目立たない子で暗くてモテなかった、ちょっといじめられてた私みたいなやつってあったりするわけじゃんか。で、それを当然引きずってると今もネクラになるわな。そうですね、引なんきかあります。ずってると私なんてってなるわけよな。所詮私なんてって。で、そういうふうに思っちゃうと、やっぱり心が暗いんで、化粧してるからどうとか、衣服着てるからどうとか、そういう話じゃなくて、オーラがないもん。当然明るさもないんで、美人とか汚いとかそうじゃなくて、そのオーラがないってのはな、自信のない状態になってばな。そうですね、それはそうですね。だからますますなんか日の目を浴びないみたいな感じな。でも、それも、その学生時代に、付き合ってた人じゃない人は今、周りの人におるわけでしょう。もう知らんわけですよな、そんな時のこと。じゃあ、私はこういう人だったのよって振る舞えばいいわけですよ、学生時代から。そうですね。ということでしょ？振る舞えばいいですね。そうですということでしね。ょ？明るく健康的で綺麗な女性っていうふうに勝手になっちゃう。書き換えられてしまうわけよ、もうこれ。で、今がそうなるんで、なんていうか、未来ももうずっとそのまま変わってしまいます、みたいな。オーラがあるんで、雰囲気に。そうですね。そうすると、いいことばっかりが好転してくるっていうだけの話ですよ。だから、適当なんだ、僕言ってるのは嘘つきましょうっていうことなんですよ。お、これだ、ってもうちょっと何か言ってくれよ、あいちゃだから、適当に、だから、今回あの、んまりこういう話してると、あんまおらんの嘘つきましょうっていう人。そうね、そうです、そうです。だから、嘘つきましょうってのが、いいことなんですよ、これ。だいい嘘をつけばいいんだから、嘘をつくっていうのが多分できないんでしょうね、多分ね、僕自か身が。ら、いいんですって、嘘つきでちょうど。だってね、それぐらいまでせんとなかなかそんなんね、過去にあったもの、自分の意識の中で事実を、その事実を、さらにその事実を上乗りしてる状態。事実は事実であったんやけども、その事実をさらにこう上乗りしていってる状態ですよ、重いもんに。なるほどね。だからもうそれ捨て去ろうと思ったら嘘つくしかないんですよ。宣言してね。でも、嘘をつくじゃないですか。で、嘘をついて、とことん、嘘をつなぐってイメージでいいんですよね。
だよね、そうだよでね。も、何が。だから、バレるの、そうあかんで、東大行ったとかな。調べられたらバレるから。だから、そこまでは踏み込んだらあかんわけよ。わかりやすいのは、形式的なもんですわ。だから、私は大豪邸住んでましたとかな、子供の時。あの長屋の、長屋やったのに、ね。こんな、こういう嘘はあかんわけよな。嘘つく必要ないじゃないですか。逆に言うと、その形式的とか形的な嘘ってただ見え張ってるだけって話になってくるんでね。だから、バレたらえらい目合うわけでしょう。でも、明るい嘘やったらええわけですよ。例えばさっき言ったように偏差値38、俺みたいにな。65でしたってはっきり堂々と言ってれば、バレたとしても、嘘やんけって、バレようがないけど、バレたとしてもごめんね、ぐらいの話です。今は65ですって。そんな感じの嘘よ。だから、さっき言った、だから、明るい人気者でした。学生時代は明るい人気者でしたって変えれるわけもできるでしょ。それ嘘だ、お前なんて言ってくるやつもおらんわけ、そんなもん。そんなやつ。そうでしょ？いないですね。そうでしょ？だから、東大出たら、お前実際は、お前、なんか、高卒やのに東大出たって嘘ついとったら、バレたら、それ嘘やろって言われることあるけど、私は学級委員で人気者でしたって、言うわけでしょ？別に。そんなそう一ですね。おらんわけでしょ？そうですね。そこは堂々と嘘ついて、全部棒に隠す。ああ、そうね。そうよね。じゃあ、だから逆に言えば、今日の話を自分の中で解釈すると、まあいろいろとあるじゃないですか、話の中ではありますけど、やっぱり嘘をつくことは悪いことではないってことですよね。要は悪過い去この。とじゃないよ。だから、人を貶める、前回か前々回の動画じゃないけど、騙すっていうのはダメよ。騙すっていうのは、これ何かを金銭、何かを奪い取ろうとして騙なるほす。どね。確かになんか、僕の中で今混乱、頭の中で混乱してるのはおそらく、一つのパターンであるのが、その過去をうまく利用して、過去の、例えばいじめられたとか、不登校だったりとか、そういうのを、うまく活用してビジネスをしていこうっていうような考え方っていう人でよく話してを聞いたこともあるんですね、そういう話が。でも、もう一個で多分、まっちゃんが言ってることっていうのは、その過去をそもそも嘘ついて、それを、気楽にするというか、それが障害になってんだったら、それは嘘ついた方がいいよねっていうことなんですよもんね。まあ、障害なくても、より、もっとより良いもんにしようと思ったら、多少嘘つく、今度はまた。なるほどね。わやっぱかりる。結局、やっぱり、ただ、間違ったあかんのは、過去の、嘘のつき方として、見栄張るとかな。形式的かと、なるほどね。見栄を張っちゃうとかな。あれは、嘘になるかな、ほんまに。そうでしょ？あれはそういうのは嘘やからな、本当の。そうですよね。良くない嘘ですよね。でも、いい嘘ってあるわけですよ。別に、これ、いい嘘って別に相手がそんなもん気にもしてない嘘ですよ。私は学級。その線引きって相手が信用しない嘘っていうのが多分よくわかんない部分もあると思うんですよね。そのまっちゃんの今その嘘っていうのが、その感覚で言ってる。だから、精神的な方の嘘ですよ。だから。なるほどね。だから、形式とか形とか属のところじゃなくて、感覚的なもんってあるじゃないですか。気持ちってことで気す持ね。なち、るほど。この気持ちを書き換えるための嘘ですよ、これ。まあ、いなもうる一ほどね。回、これ僕は今日3回か4回とか偏差値38しかなかった人がいますと。もうちょっと勉強すればよかったですねって言ったら、そこへ戻ってもう一回できないわけですよね。もうできないですよね。ということでしょ。じゃあ、できなかった私を未だに引きずってても仕方ないですよね、と。そうですね。でも今本当に学んでいかないと、もう一回学びたいと思ってるんだけども、なかなか、なんていうかな、お尻を叩かれない私がいます、みたいな。仕事が忙しいとか、あれが忙しいとかってできない私がいますと。じゃあ、どうするのかって言ったら、俺は学生時代偏差値65だったんだって、吹いて回ればええわけですよ。もうね、バカじゃあかんって見られるわけでしょ。賢い人やと思って。まだまだ仕方ないね。とか、ね。そんな感じです。さっきの病気と健康の話もそうやけど。だから、自分を書き換えるための嘘。マインドだね。マインドの嘘だね。なるほど。
まあ、あんまこういう言い方する人おらんのかな、嘘つきなさいみたいな。うん、あんまりいないですし、逆に初めて聞いた感じで、ちょっと自分のと。いいんですよ、これ、ほんと。うん。適当な野郎みたいなな。自分に嘘をつこうっていうのは初めて聞きました、僕。今までで。で、びっくり、だから逆に脳的に、はい、みたいな、脳、脳、処理が追いつかなかったのが正直ですね。適当な人って感じですよ、適当な人。まあまあ、だからこれもこれでいいのだ、みたいな感じですよ、もう。うん、そんな。天才バカボンみたいにね、これでいいのだ。これでいいのだの世界ですよ、そんなもんは。はいはいはい。あ、でも自分も最近でも適当にはなりましたよね。結構もうこれでいいんだっていうのは、精神的にはそういうふうには思うようになってきたんですけど、そうね。うん。だから、本当にね、変わるよ、これ。すごいよ、これ、パワー。その代わりちょっと自分追い込まれていくときあるけど、嘘ついちゃった分だけやらなあかんみたいな。ですよね。そうですよね。ですよね。すごいあんのよ、これ。そこはすごいありますよね。嘘ついちゃったから、それは、それに過ぎた行動しないといけなくなっちゃいますよね。そうですよね。だから、ないね、言い方悪いけど、改心。改心せんと、これちょっと、えらい嘘言うてもうたな、みたいなやつとかあるよ。ありますよね。そうですよね。これは自分もね、最近あるからね、やばいなと思ってるんですけど、やんないといけないなと思うんですけど。だからね、自分の行動を、なんていうかな、行動力のない、今現在、自分の行動力の、今現在の行動力のない自分を追い込めるよ、これ、結構。ね。ああ、ね、言ってしまった限りはいかな、しゃあない。やる、だから、言葉で言語化しちゃったらやるしかないっていう原動力にあるから止まることはないんですけどね。そうなんだ。そう、それはいいんです。それは自分体験してますよ、最近。そう、でも、過去のこと、まあ、そうだね。だから今日の話はマインドか。マインドあんまり変なこと、だからね、テニス県大会で優勝し、しましたとかな。そう、でもそういうやついるじゃないですか、変にビジネスやってるから。勝負しようかって言うとやバレるから。そうそうそう、バレるから。そんな嘘ついたらあかんけどな。だから要は、他人が気にしない、他人が見ないところの自分の気持ち自身を改ざんして書き換えることによって、それは変わるよねっていうのは OK です。うん、それでもう理解できました。うん、だから、まあ、学生時代、女性やったらね、学生時代に男子からモテモテだった私っていうのに変えてしまえばいいわけですよ。それはね、とりあえず自分自身だから、自分自身が言ってるわけだから、それはできて当然だよね。まあ、私もモテて大変だったわって変えてしまう。誰も、ね、だから誰も気にしないからね。なるほどね。メンタルのことだよね、確かにね。そうすると、はいはい、モテモテな私に今なりますみたいな。いやいや、もうさ、性格のいい明るいモテモテの私になりますみたいな。本当にあんねんって、これ。うん、だから要は、外に出てるものと内なるものと、外なるものだったら、内なるもののことの話ってことですよね。そう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 。うん、ですよね。うん。だからそれをね、結構書き換えるとかね、なんていうかな、結構そういうこと言う人多分結構おったりすると思うよな、過去。それはマインドの書き換えですよね、要は。でもね、これなかなか難しい、こともあったりするわけよ。その過去、過去の事実が重ければ重いほどな。だから要はそれが内なのか外なのかって迷う人はいると思いますよ。結局、僕もそうですけど、話聞いてて感じるのは、やっぱり外のことなのか、内のことなのかっていうのが、ちゃんと分けられない場合が多いじゃないですか。うん、多いというか、分けられない時もあるんですよ、現状を。うん、要は、外のことなのか、内のことなのかっていうのを。だからそこで迷うことはありますよね。うん。ない。まあね、なんていうかな、まあ、こう学生時代によくあるいじめられたこととかって結構あったりするわけ。まあ、ありますね。おかしいけどな、そんなもんいちいち。まあ、ぼやーっとあったりするやろうけど、はい、まあ、それも、なんていうかな、最後は、なんていうか、そのいじめっ子を打ちのめしてやったぜっていうストーリーに変えてしまえばいいわけよ。でも面白おかしく、誰か奥さんとか、誰でもええわ、周りの人に、仲いい人に。そういう面白おかしくそのストーリーを作っちゃうと、自分で勝手に。そうね、だから、人間的にそう、なんだろうな、なんだろうな、ね。で、それを言っちゃうと、もうそういう人なのね、この人って思ってるわけ。そういう好き感があって、本当はなんか、喧嘩の強い人なのねと思われると。じゃあもうそういう人にならざるを得んね、みたいな。だよくあるじゃないですか、世の中でそのビジネスやってる人で。その過去にこういう経歴がありました。で、必死に努力しました。で、結局こうやりました。で、今でビジネスで成功してますかっていう。それに君に影響を受けやすいんだけど、結局そこも
自分の気持ちの問題、自分の気持ちでもうやれてる段階からその過去のやつを書き換えちゃって、もうできる人間だっていうふうに書き換えてれば、それは前に進むよねってことですよね。そう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 いうこそとですよね。う。そういうことで。じゃあ自分の心を書き換えていけって話ですよね。だからそれはいいようにね。それはだって別に他人に対して言うものじゃないから。で、それで他人にそれを、なんだろう、プラスで言っちゃって、それをやってお金をもらうのはまた違うよねって話ですもんね。まあ、ちょっとその話はちょっとよく例えばさ、改ざんでモテてないやつがさ、昔モテてたっていうことに自分の中で潜在意識書き換えるじゃないですか。それで正面でも昔モテてましたよっていうのはありなんですか？いや、全然一緒。いや、それはそんな誰も誰にも迷惑かけてないじゃないですか。でも、昔モテてましたで、恋愛コンサルやってる場合はどうなんいや、それはちょっとどうなんか。ですか？じゃあ、それとか言うから話がおかしくならないけど、そこにつなげられる通りに、ちょっと何度も言われへんねんけど。やっぱりそこら辺が、要は、お金に関わることという部分に関しての、その嘘というのはあんまり良くなくて、単純に自分の気持ちのところの嘘を、要は、つくのはいいのは分かります。例えば、だからそのお金に関わることの理由がそもそもないじゃないですか。ただ単に、なるほどね。自分が勉強できたとか、自分が健康で元気な子供やったとか、自分がスポーツできる子やったとか、このままできなかったにもかかわらず、ついてだけの話や。だから、そのなんかそこに変なもんこじつけてくるからおかしいだけの話であって。だから、その恋愛コンサルって言われたって、モテてたから恋愛コンサルできるわけじゃないやろし、そんなモテたとちゃうねんお金を払ってくれるその人がモテるようにならないわけでしょう。まあ、そう、確話かがに全ね。然違う話じゃないですか、そんなもん。違います？だから、恋愛コンサルって言って、じゃあ恋愛コンサルって何、それがどういうことなのか、俺にはさっぱりわからんけど、要はもう、いい人と出会いたいとか、いい人と出会って結婚したいとか、モテになりたいとか、そういうことなんでしょ？それ恋愛コンサル。だから、今言うからだよ、自分に嘘ついてしまえばモテますみたいな。それだけの話ですよ、恋愛コンサルなんて。簡単な話しちゃいます？だから、わけのわからんこと言えるけど。確かに。要は、ね、単純に好かれる人とか、モテる人とか、そういう人ってオーラが出てるわけでしょ、やっぱり。まあ、出てますね、かなりね。まあ、でし会話ょ？でですけどね。まあ、男性と女性の差はあれね、そう違うですね。差はあれ、ありま人すをね。持ってるわけでしょ。人を引きつけるもんとか、なんていうかな、なんていうか、頼れるもん、頼れるというか、こう、居心地がええとか、包容力があるみたいなやつとか。頼りがいがあるとか、そういうことでしょ、結局は。男性の上はね。でもそれ、オーラでしょ、ひっくるめて。で、そのオーラのあるものに自分を書き換えてしまえばいいわけそうですね。もう後に引かれへんようにな。そうですね。思ったのが戻れんみたいなとこまで書き換えてしまう。嘘つきまくるみたいな。そんな、俺恋愛コンサルできるんだよ、これ。できますね。できますね。確かに。だって恋愛コンサルとかはメンタルですから、全部。え？メンタルの問題ですから、恋愛なんていうのは。今日ちょっと話が単純すぎるな。なんかあんま面白くないな。多分見てておもろないぞ、お前って思ってると思う。単純すぎても、でも結構この問題って、みんな悩んでる共通の問題ですよ。やっぱり過去のことを消すっていうのはみんな苦しんでることだから、で、それを忘れるっていうことをするってことはなかなかできないですか。忘れるっていうのは、今現在がうまくいってる自分とか、そんなこと考えてる暇もないぐらいうまくいってる状態になるとそうなると思うな。これはあると思うんですよ。でも、そういう人ばっかりじゃないわけじゃないですか。だから、なかなか、うまく人生がうまく回り出すっていうか、うまくいってる状態になる過程っていうのがあったりするわけな、やっぱり。そう僕もね、過程を受け付けるから。そうで、そね。の時に嘘を吹き返るわけ、全部。そう塗りね。固めるみたいな。か 全部嘘なのよ、みたいな。で、それは最後までバレへんから、あの世に行くまで持っていきます、この嘘。それが一番いいでしょうあね。の世に持っていくときまでこれを嘘を、その嘘を続けると、もうその嘘は嘘でなくなってる感じになるわけ。わ かるえ、かな？な、な、わかります。それわかります。だから、何すごの話く、してるみたい。わかる言うてる。言ってことわかります。それは。その通りだと思いますよ。だから、嘘を貫くってことですよね。だから子供の時から幸せ私ってなっちゃうみたい。
こういうことになんねんな、これ。なんか分かってくれたかな、ぼやーっとしてるけど、今日の話は。まあでも今日の話はでもその気持ちの面の心の面で改善していくとだいぶ楽になると思いますよ、みんな。うん。結構その嘘をつくっていうのがどこまで嘘をつけばいいのかわからない場合もあるじゃないですか。結局のところ。その、どこまで嘘をつけばいいかっていうのはもう本当に心のフィルターの中のメンタルのところの状態で嘘をついて、それがやれば自然的に行動も変わるし、結果も変わるし、全部変わっていくっていうのが今日の決断だと思います。だから改ざんはした方がいいよって話ですよね。だから、真面目すぎるんですよ、もう、そんなに。まあね、真面目だと、あと改ざんっていう言葉が問題で、改ざ改んっざんっていうて言葉が大事なんよね。大事でもあり、でも改ざんって悪いイメージしかないじゃないですか。いや、だからそれが面白いんやんか。そう、だから悪いイメージしかないから、僕もそういう悪いイメージだとして聞いちゃうわけですよ。要は、変換しましょうとか、変換しましょうっていうのってな、なんていうかな、負の感じって、その程度じゃ消えませんから、みたいな。そうね。だから、もそこう一が回一出し番まし大ょう。きいのかなってのは思いま封すよ、だじ込から。めるみたいな。だから、そこは結構鋭い話ですよね。本当にね。まあだから真面目すぎ、真面目に向き合わんでええ時もあるんですよ、物事って、そもそだも。から僕自身が真面目なんだと思います。自分でもなんか、真面目すぎなんだろうだな。からいいやね、な。不真面目っていう言い方ってあかんと思うけど、適当ってええんですよ、だから適当って。もうあんまり。そう。それが、ええところだとか、あんま真面目に向き合いすぎると大体のことないですよね、全部ね。何でもそうやけど。その通りだと思いますね。本人が考えてるほど相手はそんな真面目に考えてないんで、周りの人は別に。ということは、もう今日の結論は本当に、もう過去の心の問題を改善しましょうって話ですね。嘘つきましょう、みたいな。嘘つきましょうって。思いっきり嘘つきまくりましょう。それはもう僕も今日から実践しますわ、それは。できてない部分もあるので。あ、いいんじゃん。ちょっとなんか金融のこと言うとったらね。もういいんかな、あれは。金融がどうたら、こう手短にパパッといけるけどな。金融のことですか？今日ですか？なんて聞いてたかな、あいちゃん。なんて聞いてたかな。なんで、あいちゃん、なんか言ったの。ああ、さっきちょっと言ってたやつです世か？のなん中か。からお金はなんでなくならないんだ、みたいな。なんで、ああ、いや何を言ってんのかな、あいちゃん、みたいな。いや、お金のない世界に行けないのはなぜかっていう、お金のない世界に行けないのはなぜかを話してみたい。だから要は結局、なんだろうな、その、みんな、お金が心配で行動する人が多いなと思っていて。例えば税金だったりとかお金の話だったりとかそういうのがあってみんな心配で先に進めなかったりとか、なかなかもっと自由なことができないという人が多いってのが話があるんで、それは来週かな。なんでそんなに、要はみんなお金に縛られて前にできないのか、要はなんかプラスアルファサービスをしてあげたくても、みんなどっかの中の思考の中で、お金はここまでだからできないっていうしがらみがついてしまうっていうのも多いと思うので、なんでかなと思って。例えば1000円のものを購入するときに関しては、1000円以上のサービスをしてあげたいと思ったとしても、結局それがなかなかできないっていう人の心理もあるじゃないですか。とか、例えば生活の中でも税金とかいろいろと払わないといけないから、生活が大変だから設定と違う、そのお金を稼ぐことをやらないといけないっていう状態になる。でも実際でも、もっとそれよりかはもっとやってあげたいこともあるし、いろんなことをやってあげたいとか、周りの人にやってあげたいっていうのもあるけど、なかなかそれができないっていう状態があるから、それっていうのはどうしたら、どういう形の思考でそれが解決できるのかなっていうのはすごく最近自分の中で思うんですよ。ちょっとなんか話が分かりにくいねんけど、だからそれはまた次回にちょっと整理して話しますわ。なんか知らんけど、なんか知らんけど、どうも前にお金っていうテーマが来るからな、それがおかしくしてるんちゃうかな。ああ、僕がね。いろんなことの話って。ああ、僕が、ああ、僕もいそうや、です、そうです。世の中全世の般。中の、そうなんですよ。が来るから、なんか話が全部逆になってんねんな。僕らじゃ逆さまになって、こうなってるみたいな。そうね。だから結局なんだろう、僕もそうだけど、よく言われてるのが、やっぱりお金のやつが頭の中のテーマの最初の部分になっちゃってる部分あるから、やっぱそれは良くないなってのは思いますよだからね。ね、あれね、お金っていう呼び方変えた方がええと思うな、もうそろそ本ろ。当だよね。それはね、ありますよね。あれ変えようか、もう世の中。
金でしょ、あれ、金。そうね、そうね。金にひらがなで王って書いてある。あれ、なんでや。本 当。これ、あ、この話前に、ここもオープニングに行った方がいいか。そうで、まあ、それはちょっと、王みたいな。その話ちょっと盛り上がりそうなんで、今度にしましょう。本当なに。んで金に前王なんかなみたいな。っていそううこね。とは、うん。金より上なんかな、お金って。話とか。そうだよね。だなんか、んだん、あれ、紙切れ見たら、す日ご本。くね、すごくなんだろうな、まっちゃんと話してて感じるのが、言ってるように、すごくセッションしてて何度も話して、こう、ね、そのミーティング、ミーティングじゃなくて、ズームの対談してて感じるのは、やっぱりあまりにも自分自身もそうなんですけど、お金にとらわれすぎちゃってる自分もいるよなっていうのは最近気づいてきていて、で、だから、お金っていう名前を変えてみて、あいちゃん、一回。はい、わかりました。はい。これから神って言おうか、この動画では。神。神ですね。神ですね。わかりました。はい。ペーパー。ペーパー。だ Yes, って、OK, OK. 神ね、うん。日本銀行券って書いてるわけでしょ。いや、事実でしょ。そうですね。はい、はい、そうあですれ、日ね。本銀行券ですよね。はい、はい、はい。で、券ってチケットよね。そうですね、チケットですね。そはい。れにみんなが妄想してお金って呼んでるみ、この変な現象みたいな。まあ、そうですね。そこを変えていくのも。これ面白くない？でも。なんでそんな呼び方するかみたいな。ねえ、本当だから僕もなんだろう、必要なのは分かるんだけど、なんかそこに取り憑かれてるのが嫌だなってのは最近本当に思いますよ、やっぱり。今日のまとめとしてあるのは、本当に心の問題。ですよ。心の問題は抱えて、嘘ついて、自分にそれを言い聞かせるのが大事だってことですよ。いや、だから、違うって、あいちゃん、もう最後やけど、適当が大はい。事だから、言い聞かせる分になると真面目になるわけよ。ここ肝なんです、覚えておく。適当でいいんですね。適当で、はい。ここ最後やけど、肝なんですよ、肝。だから、なんて言ったっけ、さっき、あいちゃん、嘘をついて言い聞かせるって言いました。言い聞かせる、その言はい。い聞かせるっていうのがダメってことダです。メだよ、ダメじゃなくて、適当で、言い聞かせたって言うこと聞きませんってことやから。ただ適当でやるってことですね。はい。本当に変えますと。変えます。軽く嘘ついちゃいますってよくあるんでしょ？軽く滑っちゃいました、口がみたいな。あれ？適当にってことですね。わそうかりそう。適当に悪気もなく嘘つくと。適当に悪気もなく届くと。それそはういうもう毎回言い聞かせない。よくあるでしょ？子供が。そうですね。そうですね。ありますね。花瓶割ったら、あなたこれ割ったでしょ？いや、僕じゃないよ。あれあれ。わかりました。じゃあ、次の適当にやるってことで、統あんな一し感ます。じ。あんな感じ。はい、じゃあ今日これまで。次回お金の話ね、金に何でが尾をついてるかみたいなやつな。おおついてるやつにしましょう。じじゃあ、ゃあ今日はありがとうございはい、さよなら。ました。はーい。ありがとうございました。